ニコライ・マカロビチ・マルジャークは、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国の政治家。1904年1月5日、ロシア帝国、ポドリエ県ザレシチの貧農の家庭に生まれた。地元で働いていたが、1922年9月に、カーメネツ・ポドリスキー人民教育学院の予備課程へ、進み、翌1923年まで学んだ。 同年から1927年まで教師として働き、故郷ザレスチの4年生小学校の校長も務めた。同年に、ウクライナ共産党へ入党。1927年から翌1928年までは、文化社会部部長及び、ドゥナイフ地区執行委員会責任書記につき、同年から1931年までは、キエフ人民国立学院及び、 科学技術学院で学んだ。1931年秋から1937年秋までハリコフトラクター工場で働き、エンジニアから合理科局長、技術セクター長、技術情報局長、設計機械上級エンジニア、設計グループ長から最終的に工場長にまでなった。1937年10月8日、 大粛清の最中に、党中央委政治局から、ウクライナソビエト社会主義共和国第一副教育人民委員に任命されたが、その職を務める間もなく、29日には、政治局によって人民委員会議第一副議長に据えられた。また、13日に、モスクワで人民委員会議議長、ミハイル・ボンダレンコが逮捕されたことに伴い、 翌1938年2月19日まで、その職を代行した。政府庁としてマルチャークは、内部財務管理の業務について、財務人民委員部へ移管された幼稚園の運営について、ウクライナでの1937年の、新工業作物及びソルゴーの収穫計画について、成人の文盲が根絶された場合の評価について、漁業規制、漁業資源、共和国漁場及び、 ウクライナの地域的重要性の保護についてなど12の法令に署名し、同年には第1期連邦最高会議大議員にも選出された。しかし、マルチャークも、また、ウクライナ人民委員会議副議長及び連邦最高会議大議員に在職中の1938年6月20日に逮捕された。そして、布告を拒否して自殺を試みるも失敗し、 容疑をを認めることを余儀なくされた。マルチャークは、ウクライナの反革命地下右翼組織に加盟し、元ハリコフトラクター工場長、パンテレーモンスビストゥーンと共謀して、工場の生産計画と品質工場の妨害を目的とした悪意ある行為、及び戦時に備えた工場解体準備を行った。そしてスタニスラフコシオールに引き立てられて、人民委員会議副議長に昇進し、 ウクライナ経済を破壊に導く任務を遂行した。さらには、ウクライナ共産党第一初期に聞いたフルシチョフに対するテロ計画に直接的に参加していたとされた。マルチャークは9月22日、連邦最高裁軍事参議会によって死刑判決を下され、同日から翌23日にかけてのシニアに処刑された。その後、 マルチャークは1958年6月17日に名誉回復がなされた。ありがとうございます。